と待って。斜めだ。おはよう。おはよう。斜めこれ。おはようみほりん。おはようみほりん。おはようございます。おはようございます。はじめまして。おはようございます。おはようみほ。おはー。おはよう。なんか斜めこれ。ほ。まっすぐっぽい。おちゃんおはよう。おはよう。グモニー初見でしょ。いらっしゃい。嘘です。昨日の配信神回。え、嬉しい。今日まつげがなんかいっぱいある。今日バッチリやね。そうですね、なんか塗りすぎた。なんかめっちゃ生えとるこっち。昨日のカラオケ配信よかった。嬉しい。星投げたよ。ありがとうございます。今日も変わらず美人ですね。嬉しい。おはようございます。おはよう。おはよう。おはよう。またみほりんの歌声、いつかまたレパートリーを増やして出直してきます。でも昨日は AKB グループが9曲ぐらい、8曲ぐらいと、坂道グループさんが6、5ぐらい歌いましたね。おはみぽりん、おはよう。最近配信見れてなかったから見放不足だった。ありがとうございます。やっと来れましたか。今日は覚えてもらえてますよ。覚えてますよ。昨日のカラオケ配信楽しかった。よかった。絶対します。また間違えた。ホワイトボード、うん、ホワイトボードがみおちゃん、すがいちゃんじゃないです。おはようございます。けど雪が降りました。すご、雪すご早いね。早くないか、もう年明けだ。初めて配信見ます。いらっしゃい。歌うまいね。嬉しい。そんな人前で歌うことなかったから嬉しいですね。生き生きしてた。確かにほっぺ赤くなってた。ほっぺ赤くするのも可愛かった。嬉しい。そう、くどりこピエンピエンだ、ビエンビエンぐらいだった。もっと歌って頑張ります。歌います。今度また今度、次はなんか次の配信でしますとか、広告じゃ告知しといた方がいいかな。あ、リコちゃんルームでコメント見ました。今家の外は暴風雨です。うわ、そんなんだ。え、私たちってのに、ここは晴れてます。もう確かに今日は赤くない。そう、赤くない。今日漏れてる。なんか目がまつげがすごい。今日はめっちゃ濡れた。うまくミリアがまた遅刻しました。ミリタン何時にしたんだろう。早そう今日。タカラさん、だるま100個ありがとうございます。粉バターで名札作ったの。すごい。目がくっきり嬉しい。ちょっと待ってよ。漏れてなくても可愛いみほり、嬉しい。今日も朝から美しい、嬉しいです。ありがとうございます。そう、今日も楽しく過ごしましょう。そうしましょう。あと久しぶりに起きました、ボードを。当日つけていく。お、楽しみに待ってます。覚えておきます。覚えてるけども、みほは泣かないで。うん、私泣かなくな、嬉し泣きぐらいしかしないかな。ひめずみちゃん、予約6時に設定した。早っ。すごっ。私6時に配信するんだったら5時起きだから無理じゃん。無理じゃん。欅野キャプテンかと思った。嬉しい。明けまして、おはようございます。おはようございます。明けまして、おはよう。夜が明けた。メンタル強そう。そう、まあでもへこたれないかな。カナピエンは見守りで、カナピエン初めて聞いた。カナピエン、カナピエン見ない、見せない。
大阪関西枠開けることを楽しみです。お願いします。ちょっとね、あのね、なんかさっきねバーンって落としちゃって、ちょっと消えたんだけど、ちょっと消えちゃったんだけど、おすすめ日、うん、17歳、大人っぽく見える。おー嬉しい。今年最初に会ったメンバー誰だろう。あ、高尾ちゃんかなな気がする。あ、違う、アリスちゃんかな。なんか同時にいた2人。ゆうちゃんおはよう、今日も可愛い、嬉しいです。令和を発表する今日今日の告知は、今日の告知はドゥン2月11日祝火曜日広島中小企業会館と、3月21日土曜日 STU48 祭のあるインテックス大阪、おすすめですおすすめです、おすすめですじゃあ肩も可愛いって何、肩でもちょっとヒラヒラしてる、いい、これめっちゃピチッと着るタイプないけど、めっちゃピチペペドームは、ペペドームないんですね。昨日も握手券買った、嬉しい。あー、騙された大賞に乃木坂出てたらしいですね。 L 字型に暴動くのは斬新ないで、見えるでしょ、これもギリギリ、ちょっとこれも忘れてないよっていうのを確かにドレミソラシドのセンターにしれっといてもバレる、顔とキレキレさが違うすいません、こっちの角度から撮りたいのですが大丈夫ですか取材記者どうぞ今日は何時まで、どうしようかな、人がたくさん来たら10時ぐらいまでやろうかなって思うけど、普通だったら9時20分とか30分までかな。告知で思い出して、横浜感謝枠申し込みで、お、よかった、思い出してくれてお願いします。そう、あ、危な、カトン、横浜感謝枠出ました、ありがとうございます。感謝枠は抽選なしで、あ、ツーショットとサイン会があるので、ぜひぜひぜひ。みょりん、キャナルシティは、キャナルシティ行きたいね。今エヴァンゲリオンが立ってた、今じゃない今、今シーズンやっぱり人気ある。いいや、まだまだ全然、ありがとうございます。10時、おお、10時、なんだろう、9時までに何千人とか行けばね、2000、3000 行かない気がする。お、アルファさんハート100個ありがとうございます。最初の握手会がツーショットから、そうなんです、そう、握手が最初じゃない1時間目がツーショット会でした。歌いません、今日は2000で、3000に、いや朝だから間を取って2500 お披露目の動画さっき見た、よかった、お、よかったですか。まつげぐんぐんに上がってます、やばいやばい、こっちちょっと上がりすぎ、こっちちょっと上がりすぎ、レモンこんぐらいでいいか、目が 1.5 倍ぐらい、人数増やすために頑張って、頑張ります。ぜひ来てね、みんな待ってるよ。ウィンクして。1500でお願いします。1500、1500もういっちゃう。だからあと2500で。昨日のメールのショールームでのコメントを読み残ったみよちゃんの考え方でいいと思うよ、なにさん。ありがとうございます。そういうことにしました。一つ一つを丁寧に読んで、うん、でも7割ぐらいの人は読みたいって感じ。みょりん、おはよう、リコちゃんの後ここに来るとすげえ落ち着くわ、ほっこり、リコリコを元気づけて、みんなよろしくだよ、頼む、あの子いつも明るくていい子なんだ。3000みほりん行くかな。よしひらさん、だるま100個ありがとうございます。こうやってアルマって見えないけどセリシテルの1500とか2500とかお魚屋さんみたいな。そう、全読みしてたら時差やばくなりそうだから、ちょっと皆さん読まれなかったら見えずにもうコメントお願いします。絶対読むんで、さっき読めなかった人だって思って読むんで、
DD でごめんなさい、私も DD なのです、ごめんなさい、ここに書いてある DD 1000超えた、嬉しい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 、あえて3割狙ってステルスコードするの無理でしたね、読まれましたね黙読やばくない、ずっとミリタンルームよりおはようございます、おはようございます、ます噛んじゃったDD って仲間じゃん、そうだよ仲間だよ、 DD 兄弟、 DD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  今日すっぴんじゃないです、久々見て綺麗なんだけど嬉しい、そう読まれるときに感激するもんね、そうですね、船よりペイペイドーム進出かな、それ早すぎません、ドームって、お、ふなっちさんハート100個ありがとうございます、小声、ここねリビングだから響くんだ声が、みぽりんおはよう、おはよう、みほって呼びたい派、全然何でもいいですよ、2月4日横浜 NMB が同じ会場で握手会してるらしいですね、もう興奮でしかないんですけど、え、ちょっと嬉しすぎる、同じ空間にあかりんさんとかみるるんさんとか、は今日もすごいちゃんですね、ありがとうございます、 DD は個別があるたびに財布がピンチ、確かにね、確かにそうかもね、なんで単押しなんで仲間になれないのが悲しい、いやでもありがたい、ありがとうございます、まつげ好き嬉しい、みよちゃんマスカラはね、でも3本塗ってるんだけど、1個がキャンメイクのあのキープ黒の色の下地とカールキープ下地と、2本目が、あれなんだあれなんだなんだっけ、塗りつけまつげじゃない方、黒いやつデジャビかなんかのやつと、3個目がマジョリカマジョリカのロングロングロングみたいなやつ、NMB に挨拶しに行くしか、いいですね最高、それはおかっちさんハート100個ありがとうございます、何時までかね決めてないから、2500人行ったら10時、あ、書いとこうテロップに、よし、あれコメントが長すぎます、打てなかったね、もうこれだけでいいか、書くのみわさんおはよう、お仕事行ってくる、あ、行ってらっしゃい、あ、おお行ってらっしゃい、頑張って、みわちゃんはガチ恋製造機かも、うるしい、コンベックス岡山握手、お、待ってます、みわちゃん歌ってる時の笑顔が最高だった、うるしい、めちゃくちゃうるしい、あ、違う、今日眉毛太くない、太い、いつもねちょっと太眉にしてる、なんか前ね眉毛ね抜きすぎてね、抜きすぎてなんかヤンキーみたいになってたからちょっと太めにしてる、太いすぎこれ、ちょっと隠すか、ちょっと隠すか、男前眉毛好き、ありがとうございますヤンキー、そう見た目だけ眉毛が細くて、だからちょっとね生やし出した毛をこんぐらいにしよう、うん、見やすい、ヤンキーはよしね、そうなの、一期生とのツーショット見せたい見せたい、実はね撮ってる人がいらっしゃるのですが、まだ見せれないんですね、貯めておきますね
そう、生やし出したのここ増えたでしょ。これほぼ毛あるんですよ。あんまり描いてはないの、色だけ変えてる茶色に。そう、眉毛大事だから研究。え、おかしいかな今日。お、もう撮ってるの何人くらい。あ、でもね、人、あ、2人ですね。2人撮ったことあるんですが、まあそう、自然眉なの。自然眉にちょっとなんだろう、間だけちょっと埋めて、マスカラ塗ってる、眉マスカラ。男装企画があったら2期生誰が男装似合いますかね。誰だ、なんか小顔な人が似合うと思うんだよね。でもさこちゃんもめっちゃ良さそうだし、誰だろうな。うん、あ、でも吉田沙羅ちゃんとかもイケメンそう。なんかちょっと濃いめの顔立ちの子がかっこよさそう。さすがに1期生と接触しないと。そうですね、意外に田口ちゃんワンチャンある。2期生17歳多くない？確かに、うん、アンナちゃん、まさしくアンナちゃんとか、みなみちゃんとか、近藤ちゃんとか、タムちゃんとかね。吉田沙羅ちゃん似合いそう。高尾さん確かに、ワンチャン田口多分さ弟みたいな男装になるよね。かっこいいじゃなくて、中身ってアイコジとか、あ、アイコジいいね。だからみんなもうさ、顔かわいい人なんか男装してもなんか顔、うん、いい。弟は、あ、報告案件やな。報告されちゃう、怒られるわ玉吉に。中身ってあだ名、そ、あの磯貝香音さんがつけてくれたんです、先輩の磯貝香音さん。そういえばこの前衣装を着る機会があって、磯貝さんのせ衣装が着れたんです。感動感動、めちゃくちゃ感動。身長が近くてよかったなっていう嬉しさ。サイは年上感、いやでも喋ったらゆったりしててなんか落ち着くから年上感あるかも。ごめんね、すぐ別の人の名前。いや全然、相手役ナナちゃん最高、ナナさん最高。みほり以外顔が思い浮かばない。じゃあそういう時は私のメールで他のメンバーとのツーショット送ってるんで、ぜひ。ミレタン今日2回寝坊したんだ。どういうことやば。ナナちゃん見られてる意識高い、綺麗になってきた、嬉しい。ちょっと笑顔がなんかこっちだけ上がってるってなんかこの前撮影の時に言われて、だからこっちをあげようっていうので練習してます。ゆうちゃんショールームの毎日アイドル、そうなってるんです。撮影はまだ秘密ですね。どうでしょうか。大輔さんハート100個ありがとうございます。一期生のショールーム、あ、遊び行ってます。結構普通に無言で星投げてたりします。プニプニしてますね、餅肌、嬉しい。餅食べてるから餅肌になっちゃった。イケリクがさえ年下だと思って最初声かけた。そうなんだ。確かに見た目年下みたい。小さくて可愛いけん、気が向いたらミリダン来るかもって言ってた。ここにカノンとこたまに、そうカノンさんのとこは結構出没します。今日もゆっかっぽい、嬉しい。一期生の配信参考になります。やっぱりね、磯貝香音さんがコメントを読むの上手じゃないですか。あと自分のエピソードトーク話すのが上手だからちょっと羨ましいなと思って、エピソードトークを話せるようになりたいなと思ってコメントを全読みしたいのですが、ちょっと早口のなんかただのコメント読み機会みたいになっちゃうから、ちょっとエピソードトーク入れていきたいなって思ってます。言ってるならアバター探しする。お、アバターでも最初の初期のカインボサボサの男の子みたいなアバターお頼むゆうちゃんメール取り始めた。お、メールの返信のタグはミポメールひらがなです。ミポメール
ソロ配信うまいね。本当ですか、嬉しい。誰がエピソードトークうまい、誰、でもね、私タムキチの配信もよく見てる、無言で見てる時も結構あります。配信の途中で出かけちゃうかも、ピュンピュン。ゆっかと入れ替わってもバレなさそう、身長でバレそう。バレます、身長とかも顔も違うしスタイルも全然違うし。カノンさんみたいに急に歌ってもいい？いいですか？恥ずかしいな。今度サンジャポにゲストで出てほしい。おお。よりあんま方言出ない？そうですね、今敬語だからね。メールは直接返信しても届く、いや届くけどめっちゃ遅いっぽい。まだ来てない。何も、何玉吉、あまたカラオケ配信、はいします。今度一回でもコメント読んでもらえるとファンは嬉しいからね。上手、おお、嬉しい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 。その言ってくれることめっちゃ嬉しいです。そう、メール返しても2ヶ月ぐらいタイムラグ多分あるんですよ。だからまだ何も来てなくて、早く来てほしいなって思うんですけど何も来てない。おはようございます、初見です、ゲイカベ。お、ありがとうございます。初見さんいらっしゃい。 ST48 2期研究生の田中美穂です。どうぞこちらをお読みください。うん、2期の推しやから美穂ちゃんには期待してる。お、ありがとうございます。ぜひ期待しててください。騙された対象でユッカーと入れ替わってバレるかどうか、やってみたい。ちょっとやってみたいけど絶対バレる。それ返信来ても何の返信かわからんね。そうですよね、どうするんですかね、どうしましょうか。その自分が送ったメールも一緒に届くのかな。なんか工藤は元気になった、おーよかった。6時前にタムキチ、サコちゃん、リッコチ、アリスちゃんで配信らしいですね。なんかてか通知は来てた。なんかあの全部登録してるから STU の子、1期も2期もだから通知は来ました。メール返信は Twitter でしかしてない。たまーにお母さんので見ることがあるので見ていますよ、たまにね、たまに。みゆちゃんってどちらかというとみゆちゃん顔の系と坂道系よく言われる。ゆうちゃん早起きだね。そうですか、嬉しい。あ、ドラさんさんもしてますよ、もちろん。ミホメールかと思ってた。あ、惜しい惜しい。ミポです。タイトルと名前とか入れた方が分かりやすいですね。声はカッキーに、昨日歌ってる時もめっちゃ言われてめっちゃ嬉しかった。4番目の光歌ってくださいって言われた。すごく規則正しい。そうですね、結構してるように心がけてる。なんか肌、あ、肌ね、なんか自分で言うの恥ずかしいけど肌がよく綺麗って言われるんですけど、多分私遅くても12時前には出るんですよ。あと朝ごはんはしっかり食べて、昼もしっかり食べて、夜は炭水化物は控えめにって感じでしてるんですよ。結構健康じゃない。昨日はビジュアルユッカーの声カッキーです。嬉しい。うん、本当にちょっと低めの声だからかな。4番目のおみぽ。餅、水餅より透明と。嬉しい嬉しいです。えらい、見習わなきゃ。そう、見習ってというか、みんなも健康な人来たらなんか元気出るし、朝からいいと思う。昨日の欅のセトリがプレイリストとかぶってた。お、いい、嬉しい。すごい、今からそんなに意識高いの。いや、なんかね、なんか夜遅く寝ると朝は早く起きれないくてイライラしちゃうし、朝ごはん食べなかったらお腹空いてイライラしちゃうし、自分のためなんだよ、なんかね。なんかね、そう、昨日歌うまかった、ありがとうございます。でみんな12時前には寝た方がいい、絶対。配信が規則正しくて助かる。お、嬉しい。ミリタンは4時まで起きてた。4時まで起きてて朝の配信したの、すごすご。次、ミリアは夜更かしするから遅刻しちゃう。あー、だからダメだよ夜更かしは。何か委員会、あ、
中学校の時に生徒会入ってて整備副委員長してた。みおちゃんの朝配信で早起きになって健康的。おお、よかった。じゃあこれからもできる時は朝配信します。夜もします。今日はカーディガンが清掃、嬉しい。これお気に入り、ティティ&コーってとこのなんですけど、お母さんも着れそう。お母さんは喜ぶな。あ、なんか崩れた。鏡ここにあるんだ、実は。鏡映っちゃった。ゲームはね、やらないかな、あんまり。今日も壇上にいられますな。お、よかった。え、これなんて読んだらいいですか、このびっくりマーク、ハートのびっくりマークさん。毎日配信頑張ります。生徒会入ってたんです。役員っぽい、嬉しい、嬉しいな。めっちゃ真面目じゃん。あ、2000人超えた。今朝のお飲み物さ、コーヒー入れようかなと思ったんだけど、さっき歯磨きしてたら時間なくなっちゃって入れておりません。飲みたいです。歌上手だった、さすが吹奏楽部。お、嬉しい。吹奏楽部副部長だったんで、副部長はちょっとしっかりしないとね。演説、あ、下。実は本当は副会長になりたくて立候補したんですけど落ちて、でなんかそのなんちゃら委員長とかはオーディションで決まるらしくて、その副部長とか副会長とかに落ちた人たちはそのオーディション受けたら絶対受かるから、一応受けて整備に、整備副委員長に決められました。そう、水部も副部長なの。そうなのよ、全部副、そう全部副、整備副委員長、副部長。今日このコンディションいいですよね。え、わかる、嬉しい。なんか今日いい感じ。なんだ自分。整備、あ、整備の美は美しいの美、あの掃除っていうか風紀委員みたいな感じ。会長ならなれた。いや、会長はねすごい、もしもしっかりした人がなってた。福岡の2期生の子はみんなレベルが高すぎ、嬉しい。そう、整備かな、その整備です。みんなを引っ張っていく、いや全然そんな感じじゃないんだけど、みんなを引っ張っていく人の後ろについていくみたいな。全部服だから。全部服だからついていくんですね。そう、2番手ぐらいでですね。みおりん十分しっかりしてる。お、嬉しい。ちょっとこれなんかこんぐらいか。もばめ、手書きもばめとかみたい。ああ、いいですね。お手紙みたいな、なんか記念日みたいな時にやりたい。みおちゃん生徒会長っぽい雰囲気ある。え、いいよ全然。服ですね、服止まり。初見です、おはよう。おはようございます、 ST48 2期研究生の田中美穂です。藪下風さん推しだけど美穂ちゃんもしっかり、お、推し一緒ですね、嬉しい。ここ DD ですって書いてあるメンバーは NMB の子たち、 STU の子たちですね。タネヤン広島帰ってきた。そう、帰ってきた。2番目っていいよね、俺も2番目とか3番目好き。おお、嬉しいです。主君より、あ、なんか洋服挟まった。主君より3歩一歩下がって、そう、そのぐらいじゃない。私なんかみんなを引っ張っていくっていう自信はないから、ちょっと支えるぐらいにですね。お、もうすぐ2200人。え、じゃあこれはなんかもう、うん、来るかな。確かにちょっとダンスちゃんとやってっていうタイプじゃない。そうですか。あんまね、声大きくあんま出してなかった。爪き全然綺麗じゃないよ、男爪なの。ピエン、うん、みおちゃんの笑顔超癒しだ。お、嬉しい。癒しに慣れてますか。おかへり2500軽く突破やな。本当かな、本当ですか。あと300人ぐらい。もしかして誕生日小坂なおちゃんとねるちゃんに挟まれてると思う。多分そうだった気がする。ねるさん9月4日だったっけ。
みおちゃんは高嶺の花って、いいえ、いや嬉しい。あ、ピエンって言った。あ、山下彩さんが禁止してるはずなのに言ってた。今日は AKB チーム8全国ツアー佐賀公演。おお、佐賀まで来てくれるんだ。優しい。すごい。なんかなかなか来てくれないって、なんか佐賀の友達とか言ってたりして、なんかあのいろんなねアーティストさんが来ないって。喋り方と声めっちゃいいっすね。お、嬉しい。みおちゃん9月3日そうです。9月3日小坂は9月7日。あ、そうなんだ。じゃあ挟まれてないんか。あ、ねるさんが9月2日かな。じゃあ2日か4日か忘れちゃう。前後っていうのは覚えてるけど。ピエン禁止は辛い。ピエン使っちゃってるやん。挟まれてなかった。2期生で一番可愛いのみほりんじゃないよ。ありがとうございます。私はねやっぱねみるるんさん推しだから、吉田さらちゃんの顔が好きなの。みのちゃんは落ち着いていてよき。お、嬉しい。いや勘違い、ごめんね。大丈夫だよ全然。ねるさんどっちだったっけ、誕生日いつだったっけ。ねるさんの顔も好きだから、やっぱ田口麗香の顔も好きだ。似てる、ちょっと。ありちゃんが2日。あ、そうなんですか。そう、さやかりんとね配信しなきゃさ、しなきゃさ。まださやかりんと会えてない年明けだから、まだ決めれない。まあ LINE で決めれるけど、なんか会って話したいよね。HKT でおしめん田中美久さん、親近感で。ねるさん9月4日か。おおおお、合ってた。おはようございます。おはようございます。お、バルオチさんだるま100個ありがとうございます。100個。おはようございます。そう、名字は同じだから親近感で、あと可愛いし、幼い顔の人羨ましくて好きなんですよ。わあ、ちょっと待ってね、前髪決まってる。嬉しい。他の子とのコラボ配信も見てみて。そう、したいんだ。さやかりん、原田さやかちゃんとねする予定は決めてるんですけど、見てるんですけども、まだ日付が決まらない。はじめまして、みぽりん。お、みほりんだ。みほりん、やっほー、はじめまして。11月29は誰の誕生日でしょうか。菅井優香さんだった気がするんですけど、違うかな。ね、誕生日覚えれないの。いい肉の日だね。田中みな実さんも新規感。あ、確かに確かに、あるあるある。田中、みんな田中なのに、田中とか多いのにね。正解。お、よかった、よかった、安心した。よかった、推しの誕生日でも覚えれない、全然。ふーちゃんとコラボ配信熱望。絶対痛い、してみたいけど、そんな恐ろしい。チームエイターショールーム配信をメンバー同士でめっちゃ見てる。そうなんだ、いい。あ、2500人いっちゃった。10時までになりました。10時までとなりました。ほら、行ったじゃろ、行った、嬉しい。え、行かないかと思った、嬉しい。そう、握手会申し込み始まってるので、ぜひ。おすすめ日は、おすすめ日はこちら。ちょっと入んないか。こっちだな。ドゥン。個別握手会おすすめ。2月11日祝火曜日、広島市中小企業会館。3月21日土曜日、 STU48 祭インテックス大阪。ぜひ待ってます。次は5000行きましょう。5000行きたいね。朝で5000行ったらめっちゃ嬉しいですけど、どうでしょうか。今日はおしゃべり配信でしょうね。しましょう。テロップを変えます。そう、急なアナウンサーか、めっちゃ意識した。おしゃべりしましょう。これ入るかな。お、入った。余裕でいける。いやー、嬉しい。溢れてるお姉さんか。17歳だもんな。そう、まだ17歳です。セブンティーンなのよ。
員なのよ初見です。お、初見さんいらっしゃい。 ST48 人気研究生田中美穂です。どうぞ、ここ見えますか？見えなかったら言ってください。見やすい字だな、嬉しい、嬉しすぎる。字とかなんかそういう細かいとこっていうか、そこ褒められるのめっちゃ嬉しいですよね。卒業後はアナウンサーやね。卒業まだ入ったばかり早い。タムキチと同じですよ、見えん。キャピキャピ感はないね、いい意味で。お、いい意味、嬉しい。セブンティーアイスの自販機美味しいですよね。なんか今は全然泳げないんですけど、昔幼稚園ぐらいの時に水泳習ってて、スイミングスクールみたいなのね。それでなんかバッジがあるじゃないですか、水泳習ってた人分かるんだけど、今日あそこのクロールまで例えば泳げたら今日このバッジ1個あげるみたいな感じで、そう、それでそのバッジがもらえた日はお母さんにその表にあるセブンティーンアイスの自販機でアイス買ってもらうっていうのが約束でした。水泳習ってそう、いやもう泳げない、クロールもできないそう、めっちゃ懐かしいな。段に初めて上がれた。お、よかった。バカハマのホワイトボードが見えなくなった。そう、見えなくなっちゃった。ちゃんとね、ちゃんとあるよ。でもね、ちょっと折れちゃった。ちょっとこれ単品にしよう。スイミングキャップに、そう、ここにバッチつけるの。そう。初見です。初見さん、いらっしゃい。ST48 日記研究生、田中美穂です。今日も乗馬してませんそう、だから今泉くんのとこじゃなくてここ来るの落ち着くから嬉しい。サイリウムの色はオレンジとグリーンです。グリーンです。なんか目立つ色がいいかなって思って、自分っぽい色ではないかもしれないけど、あと先輩方と被ってないかなって見て、被ってないのを頑張って探しました。こんな彼女いたら何でも言うこと聞く。お、嬉しい嬉しい嬉しい。グリーンって欅好きだから。いやいや、私普通になんか緑好きで、で私前行ってた高校なんか緑テーマの学校だったから、なんかちょっと緑に親近感あってそう、可愛いより美人さん、う、嬉しい。どんな学校いいでしょ。でもそう、え、でもいいでしょ緑ってなんか自然とかも感じられるし、スリンみたいにショールームのプロフィール欄に配信時間書いてくれると、え、何さ、プロフィールと、なんだ学校、そう、テーマあったの、テーマカラー。やっぱジェラさん、うん、今日は佐賀行ってきます。行ってらっしゃい。僕は一応 4A4 泳げます。すごい泳げ、私もう全然泳げないです。学校にテーマなんて、あ、違う、同じとこ読んじゃった初見です、おはよう。いらっしゃい。 ST48 人気研究生の田中美穂です。プロフィール欄に配信時間、え、見てみます。乗馬とかやってみたいかも。ちょっと料理はねできないんですよ。オレンジとグリーンは補色だから目立つ。お、そっか、補色か、そうだそうだ、よかった。なんかいないなって思って、オレンジとグリーン、みかんカラーで覚えてください。足が3000人、やったやった、トップに上り詰める雰囲気、いいいい、全然ありがとうございます、嬉しい。みんなおしゃべりしよう。空花チャンネルさんの料理、あ、確かに分かりやすいですよね。え、ずっと見てました、空花チャンネル。結構見ててもう見尽くしちゃったんで、なんかクーカさんがコトデンとかになって、カフェとか行く動画が好きなので、カフェ行く動画出してほしいなって思います。てか、いつか一緒にカフェ行ってそれをあの YouTube に載せてくれたら神だなって思います。めちゃくちゃ大きな望みを持っています誰が見てもみほりん綺麗。うわー、めっちゃ嬉しいこと言いますね。5000人になったら11人までなのかなうーん、5000人いったら、うん、まあ考える。11時はないかな、でも11
10時までいられないピエンピエン、また夜来てください。そう、カフェ好きなんです。カフェ好きだから。お、和歌山県出身だからオレンジやみかんを聞くとピクッとする。ぜひみかんカラーの私のサイリウムカラー、オレンジとグリーン持ってください。空間のモバメに乗ってたアボカドクリームパスタ作って、おー、へー、あー、モバメ取ってないからね、先輩たちの取りたいけどお金が夜何時に、何時だ、あのね、多分8時半か9時ぐらいだとは思います。10時に終わる予定の配信だからそのくらいかな。中見さんは、中見は磯貝さんがつけたニックネームです。そう、中見ちゃん、中見ちゃんです。ゆうちゃんお待ちしてます。香川県民より、お、待っててください。うどん食べに行きます。うどんめっちゃ食べたことないの、あの香川県の本物のコシが強いうどん食べたいんですよ。7時半じゃない、8時半か9時。中見ちゃんってめっちゃ気に入ってます。だって磯貝さんがつけてくれたの、やばいよ、やばいでしょ。しかも誰も思い浮かばなかったあだ名だから新しい、嬉しいんですよね。広島なら並木、袋町、立町あたりにおしゃれカフェがあるよ。お、行ってみます。あ、この前立町のカフェ行きました、お姉ちゃんと。2期生で一番綺麗かも、嬉しい。ふうさんとコラボ配信してわざとピエンって言って怒られそう仕事行ってきます。より配信また来ますね、待ってます。ありがとうございました。ショールームの配信回数でスタートダッシュは決まりますからね、今は頑張ろうね。もう今はまだ暇だから。本通りの周辺ね、そうですね、多分その都会ですよね、本通りらへんが多分。いつかお姉ちゃんも配信登場。いや、顔はなんか多分ダメだから、声ぐらい。でもお姉ちゃんなかなか来ないから。こっち田中さんの新しいあだ名思いついた。お、菅井さんっていうのはダメですね、違う人ですね。しかも和歌山県で一番有名なみかんの生産地に住んでいるので余計にみかんを聞くとピクッとする。お、そうなんだ、すごい。え、絶対美味しいみかんいっぱいある、いいな。面白いあだ名、そうですよね、そうそう。加入してこんなみんな配信してるの ST の日記くらいかも。おお、そうなんだ、みんな頑張ってます。応援よろしくお願いします。みんなみんな応援よろしくお願いします。ゆっかならぬみほはあだ名、いやもう呼んでくれてる方いますもんね、いいですよ。握手会ゆっかの推しでいきます。嘘です、はいはい、嘘ですね。おめめパッチリ、嬉しい、アイドルの配信は嬉しいですね。おー、嬉しい。ゆうちゃんは2期メンバーで一番多忙になりそう、嬉しい。そんなことないよ、みんな。いやでも忙しくなるの嬉しいですよね、そう考えると。うん、1期生は配信することしない子で別れてたから。そうなんだ、他の2期生からはなんて呼ばれてるの。そうだな、え、みほちゃんとかみほりんとかかな。みほもいるかな。おみぽはカッキーと同じ有能さ、そんな嬉しすぎる。あんな他の2期生に俺がみほちゃん推しなのはバレてる、バレてるでしょ、名前でわかるもん、嬉しい。やっぱ初めから押されてた子はあんまり配信しなかった。そうなんだ、 ST4 では2期生、1期生も2期生もほんと仲いい。そうなんですよ、めっちゃ仲いいです。そう、京都観光1回だけしたことあります。もうでしょ、鏡。昔からの親友ちゃんには、昔からの、あの愛子さんかな、にはみほですね、呼び捨て、呼び捨てが多いかな。2期生は福岡と長崎メンバー大のお気に入り。お、長崎メンバーってことはセリカちゃん、パセリちゃんかな。配信見るたびに透き通が増す、
嬉しい。もっともっとお願いします。メイク配信したことありますね。2回ぐらいしたことある。多分2期生はそう考えるとみんな配信すごいね。確かに誰が一番多くしてるんだろう。朝だから頭回らなくていつもみたいな嘘がつけない。嘘つかなくて大丈夫で本心で。昨日はタナヤンと吉田ちゃんのどこかな、あ間違えた、福岡はタナヤンと吉田ちゃんのどこかな行くとしたら、おありがとうございます。タナヤンメイク落とし配信、落とし配信はさ水がないとできないからね。秋葉原観光一緒にしたい。おおいいですね。 AKB の聖地ですね。サイアンのフォロワー数えぐい、えぐい、めっちゃ羨ましい。ちょっと抜けます。はい、いってらっしゃい。どこから配信、あのね広島のリビングからしてます。タムキチはショールーム配信多い。ほー確かに、あでも確かにそうかも。サーヤンとサヤカに強いですね。ダブルサヤカ強すぎる。3500、あと7人でいけますね。ミホちゃんも着実にフォロワー増えてる。本当ですか。見なきゃ見なきゃ、見てこよう。お3500、朝にしては結構嬉しい。早い、多い、嬉しい。私の朝配信にしては多い気がする。配信はやっぱすればするほどフォロワー伸びる。お、そうなんだ。今2300超え。お、嬉しい。そんなにいたのか。めっちゃ嬉しい。ため吉ルームの小学生いじりもひどい。そうなんだ。和歌山県民はみかんをもらうものなので買ったことがない。いいな。私もください。オールしてたけど急激に眠気が。おやすみ、あ、おやすみなさい。着実に視聴者数伸びてる感じがします。本当ですか。確かにね、私もそう思うかも。嬉しい。フォロワー2417になってる。え、2400、すごい、嬉しい。ミオリンの配信は第一印象いいから定着するんだろうね。嬉しい、めっちゃ褒めてくれるじゃん。みんな、皆さん優しすぎて私褒められて伸びる子なんですよ。だからめっちゃ褒めてくれるから伸びてますみかんの蛇口、あ、確かに、みかん、和歌山県有名だからみかん、みかんジュース出てくる蛇口とかなんか聞いたことあるかも。人気生はすでにキャラ固まってきたね。お、ですか。どういうキャラ。カラオケ配信次も期待をしてください。ぜひぜひ。ヨダちゃんみたいに15分で3万人来るくらい、すごい、いつかいつかいつか。フォロワーさん2500人いったら記念配信、いいですね。しようかな。2500いったら記念配信で何しようか、何したらいいかな。星回収にルーム入って一目惚れしてそのまま居座りました。ありがとうございます。星回収大事だ。ポンジュース神推し、あ、ポンジュース美味しいですね。なんかちゃんとちょっとみかんの酸味もあって甘みもあってちょうどいい。なんか甘すぎて砂糖入ってるやつとかちょっとくどいというかね、飲みにくい時あるけど、ポンジュースはなんかスルスル飲める。乃木坂とか坂道勢は異常だよね視聴者数。確かに異常、もうほんと羨ましい。腐るほどみかんをもらうのでガチで誰かにあげたい。え、私にください。フォロワー数は48グループ系ではさくらが一番多いかな。7万3000、すっごい、もう桁が違う。コスプレとかカラオケ配信かな。カラオケ配信は何か記念の時も割といいかも。あと料理配信、なるほど。コスプレはちょっと難しいので後者の2つどちらかかな。神さらさら嬉しい。でも今度なんか髪質改善トリートメントっていうめっちゃ高いトリートメントが美容室で流行ってるっていうかあるらしくて、そうだからそれしようかな、おって思ってます。ツヤツヤにもっと。メール来た、お、よかった。そう、メールね、なんかね10時以降におはようメールとして送ってたら朝9時以降に勝手に送られてくれるんですよ。だから昨日の夜送っときました。
そう、高いトリートメントを美容室でしたらめっちゃツッツッになるって聞いて、だから今度します、行ってきます、その日に配信しよう。太陽いい感じ、そうですね、こっちにね、こっちから太陽が来てる、めっちゃいい感じ。料理はミリアの配信みたいに、そう怖いからさ、私ただでさえ料理できないからちょっと料理難しいかもなって思ってきた。料理もいいね、エプロン似合いそう、ありがとうございます。エプロン持ってないエプロン持ってないな。10時までになったよ、そうだよ10時までです、10時までだよ、あと40分もある。先輩とコラボ配信、磯貝かのんさんとしたい、それか空花さんとケーキとか食べながらお茶しながらするのも楽しそう、コーヒー飲みながら、そう自然光漏れる漏れる漏れる。メール来たよ、お僕もみほりんの配信とまばめに元気つけられる、お嬉しい、優雅ですね、そうケーキ食べながら、あっ空花さんいい朝ですねって空花チャンネルいつか寝たい、めっちゃ寝たいよ。カノンさんにいじられそう、もういじられても嬉しい、カノンさんだったら。ビューラー使ってる使ってる使ビューラー使って、いやまつげね、私めっちゃ下がりまつげなんですよ元は、だからコンタクト入れる前も上げないとなんか目にまつげとコンタクト一緒に入っちゃうから、だからそう、ま、ビューラーめっちゃ固め15回くらいして、そうそれでマスカラ下地をグンと根元から塗って、細いマスカラで短い毛に毛を足して、最後に繊維たっぷりのロングロングマスカラで全体をおれやーって伸ばしてます。めっちゃ、あや目が綺麗、お目が綺麗、嬉しい。かなちゃん好きならお菓子、はい持っていきます、いっぱい持っていこう、星全部投げちゃった、お嬉しい、ありがとうございます。マスカラね、マスカラ、そうさっきも言ったんだけど、キャンメイクのマスカラ下地と、えもう一個ね名前忘れちゃったの、もう一個と、まあ、細いやつデジャブ系ので、3個目がマジョリカマジョルカのロングロングロングです。そうヨシリンはお菓子を我慢する、えらい、私も昨日は我慢したけど、なんかアリスちゃんとかレカタンとか食べようと、もういいなと思ってめっちゃ頑張って我慢、まぶた時々挟んで涙めっちゃ出てくるそうキャンメイク安いよ、マジョマジョいいよね、そうですよね、お知ってますか、えユシさんって女性の方ですか、今気づいたけど田中ミク、ミクリンと一字違い、そう一字違いなんです、奇跡運命、和歌山県の北山村で草山荘かなでしか取れないジャバラというみかんをジュースにしたも初めて聞いた、へえ。みおちゃんはアイス6個食べれます、食べれると思います、食べたことないけど、コスパのキャンメイク、そうコスパの韓国コスメ、いや最近使ってないですね、前まではでもエチュードハウスのティントとかを塗ってた時もありますね。顎だけ見るとアイスはるかた、そう顎さん、アイスはるかさんに例えられるならめっちゃ嬉しいですけど、めっちゃ嬉しいけどちょっとしゃくれてるよねちょっとしゃくれてるよね、これちょっとねふんってしたい、縮めたい朝ごはん何食べた、朝ごはん実はカレー食べました、朝からカレー、そんなことないよ、うん、ぼよみになってるよ顎をつかみたい、どうぞ、え私めっちゃフィットするんですよ、このこれにめっちゃフィットするひなちゃんにメイク教えてもらおう、そうしましょう、めっちゃメイク上手な イメージある、なんかキラキラしてるいつも瞳が、でも同い年すごい、声かわいい、嬉しいです、ありがとうございます、健康的、健康的カレービーフポークシーフード、いやなんかほうれん草カレー、そのジャマラのジュースは花粉症になりにくい、へえ花粉症私なったことないって、なおかしいけどならないですね、
でも、お今いいコメント見つけた。欧米では顎がある子が美人とされる。お、私モテモテじゃん。朝カレー理にかなってるんですか。カレーだからなんで食べおしゃれ、朝からなんはおしゃれ。トロムさんショールームで小顔ローラーグリグリしながら配信してた。そうなんですか。小顔なのに。ドカさんの顎羨ましい。尖ってるっていうかシャープ、あのこういう綺麗な輪郭羨ましいです。だからトロブさんとかの輪郭もめっちゃ好きです。オキさんさんは1週間カレー生活すごい飽きそう。2日ぐらいで飽きる。イチロー選手は朝はカレーあーらしいですね。そうそう聞いたことある。それ欧米じゃなくてもみほさん美人。ありがとうございます、嬉しい。ここジャパンでも可愛い。ありがとうございます、みんな優しいな。銀座カリーもおすすめ。おお、あ、パッケージ見たことあります。なんか黄色、黄色輪郭好き。本当に嬉しい。え、めっちゃ嬉しい。コンプレックスだから嬉しい。激辛カレー食べれます。ジャワカレーの辛口にいつも青唐辛子入れてもらいます、お母さんに。トロブさん実際会うと顔なんだ小さかったかな。みよりんのショールームは愛にあふれてる。そう、みんな優しいんです。さや姉さんみたいに顎は美人多いよね。みよちゃん嬉しい、うん、船長の顎触れないよ。てか他のとこも触れないです。てか直視できないです、船長さんキラキラしすぎて。え、2期生で一番激辛いけると思うと思うと思う。カレーにはソースかけ、え、ソースかけるの。急な顎押しになってきた。みゆちゃん誰よりも美人です。お、嬉しい、優しいな。みんなカレーうどんも好きです。だしの効いたちょっとカレーだからなんか飲み干せそう、スープが。青唐辛子はやばい。いや美味しいよ。カレーにはソースだろ、初めて聞いた。そうなんですか、美味しいですか。締まりそう。でも味がキュッてソースの味で。ゆっかも若干顎が、あ、そう。汁なし担々麺何杯いけるかな。食べたことないですね。どうだろう。ソースは関西出身が多いよ。へえ、じゃあタムちゃんとかみなみちゃんとかそうなのかな。2期生だけの曲はですね、次のフォースシングルのカップリング、フォースシングルのタイプ B に入ってる、こっちですか、タイプ B に入ってる、そうカップリング曲で、まだタイトルは出ていないですが2期生の曲あります。2期研究生の曲。さや姉さん誰の顎がホームベースやね。やばー、それいいですね。 B です、 B です、 B です。4000人いった、嬉しい、ありがとうございます。 B です、タイプ B。 トロブさんがいれば顎友だ。そうですか。さや姉さんのネタやん、さっきの。そう、 B。 みよちゃんとツーショット撮りたい、ぜひ。パシフィコ横浜、2月8日パシフィコ横浜、いた、感謝枠、ここで1時間目にツーショットが撮れます、ぜひ。門脇さんも意外に顎友達だ。でもシャープな顎のもなんか顎の種類が違う。中身、中身みたいだな、確かに。確かに確かに。あと1000人行きたい、5000人。昔は味が締まらなかったのでソースをかけたけど、今はそうではないから多分今はないと。あ、そうなんですね。なるほど、なるほど、なるほど。お、ビブっていうことは英語いけますね。英語ちょっと得意。令和持ちいいですか。ドゥ。顎の種類、そう、種類が違う。こういう顎とこういう顎は違う。シュン、これ門脇さんシュッってやつ、もう綺麗にシュッってなってるやつ、これはちょっとガコッみたいな感じ。そうそうそう、1時間で4000人、めっちゃ嬉しい。初めてかも、こんな1時間で4000人とか来た。
この伊勢田さらちゃんオーディション時に1万オーバーした回が何回かあった。やっぱさらちゃんはレベルが違うな。いいな、応募したよ、ありがとうございます。琥珀だとね、なんか8秒ぐらい話せるみたいな聞いたことあります。その前に始業式だろう。そうですね、俺特攻服で黙と持っていこう。すごっ、そんなのあるんですね。そう、箱出てないよ、嬉しい、ありがとうございます。清水ちゃんは清水ちゃんって呼んでる気がする。3枚じゃ足りない、おありがとうございます。すごい、これは5000人いきそうだね。ちょっといきそうでめっちゃ嬉しいです。令和を持ち上げた菅官房長官はあの時緊張でしょうね。ちょっと見えちゃったらしいじゃないですか、ちょっとぴょって。かわいい菅さん。ゆみりんさん1時間で2万人来たら朝配信します。へー、2万人2万人5倍わお、わお、ナンバーワンにならなくてもいい特別なオンリーはありがとうございます。国民的な歌ですね。琥珀は、琥珀はですね、あの1回目のこのんこれかな、1回目の始業式は、始業式2月8日このこれかな、パシフィック横浜、この感染枠出たとこでが衣装です。あの初日だけ衣装です。美穂はオーディションの時とイメージ変わらない、お嬉しい、いい意味かな、ありがとうございます。ちなみにそれで朝配信したことある。やっぱりミリンさんレベルが違うな。始業式はセーラー服、いやまだね分かんないんです、どうなんだろう、聞こうかなマネージャーさんに、何着るんですかって。そうだ、私中身ちゃんっていうあだ名が気に入りすぎてマネージャーさんに磯貝さんがつけてくれたんですよって自慢して、で中身ちゃんって呼んでくださいって言ったら、いつもマネージャーさんがなんか連絡来るとき、中身ちゃんおはよう、中身ちゃんお疲れって送ってくれる。優しい、優しいマネージャーさんだ。そう、2期生と1期生で衣装違う、多分違うと思います。私たち専用の衣装ないから、多分まだいつもお下がりみたいな、なんか名前書いてあるので、先輩方の衣装に。そうだから、そうマネージャーさん優しいんでしょ、めっちゃめっちゃ優しい。そうそう、優しくて真面目、そう、中身ちゃんお疲れ様、今日はなんちゃらかんちゃらだよみたいな、うん、中身ちゃんってちゃんとつけてくれる。いやコールはみほりんの方が呼びやすいと思います、だからみほりん。まさか T シャツ、ん T シャツ、早く専用の衣装欲しいでしょ。そうですね、欲しいな。あ、まさか T シャツって衣装が、いや、さすがに、さすがに、さすがに、ちょっとじゃあマネ汁なし担々麺買ってきなさい。マネージャーさんもコキ使っちゃダメだよ、ニキのマネージャーさん。そう、コールはミホリン、そうコールはミホリンがいいと思う。ここにコールって書こうかなと思ったけど入らないのかな。白 T シャツはやばいね、あのオーディション T シャツだったら泣く私は。優しいからマネージャーさんにもお菓子あげて、あげ、あこの前あげた。クッキーどうぞってあげたら、ありがとうって言ってくれた。全国握手会になる、歌も聴ける、あそうなんですね、ほうほうほう。なーかみん、なーかみんはいいですよ、まあ何でもいいんですけど、まあ、みほりんが一番呼びやすい気がする。俺は飽きるまで棚やんでいこう、ありがとうございます。飽きない、飽きられないように頑張っていくので応援お願いします。みーほー、みーほりーんだね、そうみーほりーんでいいかな。ボードに書いてある点線うますぎ、お嬉しい、点線確かに私書くの得意。中身もいい、中身、じゃあ中身もいいのかな、中身もいいですよ。朝配信でリコチはおへそ出しました、事故で、危ないよリコチ、何してるの。ちょっと出かける準備する、はい行ってらっしゃい。定規使ってないです、やばい、タムキチルーム可愛い子がいっぱいで楽しい、行かないで、どっちも見てせめて。
点線書くの意外と難しい。本当に、でもね、なんかね、一個の短い直線を何個か書くっていう考え方でいったら、トゥン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 って感じでいいですよ。なんかトトトトトって書くと汚くなるから、トン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 って書いたらうまく書けます。顔文字好きです。ありがとうございます。これリコちゃんテンション高め、そうめっちゃいつも元気で明るくて好き。お母さんと一緒に来てよかったね、修学旅行にならずにいやいや、でも楽しそうな、修学旅行好きだからいいなって思う。呼び方はファンそれぞれでよくても、コールは、そうコールはね揃えた方がいいから、コールはミホリンがいいと思います。編成は得意そう。おワラタピーポー、こうワラタ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 ピーポーミホちゃんルームには絶世の美女がいるのに、ありがとうございます、ありがとうございます。褒めすぎです、褒め上手だみんな。ミホちゃんは、あ、ちょっと待ってね、ゆうちゃんは質問、単押しだけど握手会はいろんなメンバー行くっていうスタイルどう思う？いいんじゃないですか。まあいろんな子を応援してくれるということでいいと思いますよ。いろんなスタイルがあるから、その人に合ったスタイルで。リコチ配信中に腹筋、すごい、やる気がすごいもうリコチはクレイジーガールだな好きだわ。コラボはたまにでいい、わちゃわちゃになるからな。そっか、さやかりんとのコラボお楽しみにしててください。まだ決めてないんだけど、クレオパトラ、楊貴妃、田中美穂世界三大美女に入れた、嬉しいな。みほりん寛容だね、本当ですか。いろんなメンバーの握手会行くスタイルは DD じゃない。そうなんですか、 DD じゃないんだ、ん難しいなリコチは STA にはいなかったタイプのメンバー、確かにいなさそう、面白すぎるもん。さやかりんって、そう原田ちゃんの方です。早くさやかりんとオムライス配信しようかなってトリュフ、フォアグラ、田中美穂、食べないで、世界三大珍味になってるから食べないで珍味だしかもここだけの話、好きになってもいいですか。いいですよ、待ってます。押すことと握手会行くのは全くの違い。そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ。みほちゃんは一押しです、ありがとうございます。田村なつきちゃんかな、なつきちゃんの枠すごい楽しそうで面白かった、いいな。クレイジーを訳したら頭のおかしいみたいな感じになっちゃうそれは大丈夫、2台の端末で、お、どっちも見てる、嬉しい。ハバネロ、ジョロキア、田中美穂、何これ辛いやつ、辛いの好きだし入れてもらってもいいか。ぶっちゃけ顔がタイプです、お、ありがとうございます。どんどん好きになってください。チームメイトのショールーム配信は本当にうるさすぎてコメントでうるさいって書かれるぐらいから嘘そうなんだ。今ふーさん、マリーナさん、マイケルさん、カノン通ってるけど、そこにみほちゃん追加、お、ありがとうございます。カノンさんとふーさんがいる。朝からミリタにいじられました、ピエン、何いじられたんですか。僕の愛は重いけど大丈夫ですか。耐えます、重い愛受け止めます。推しメンのこと可愛がってくれてる先輩の握手会に行くこともあります。なるほど、そういうことか。いつもありがとうございますって感じで。こんなに好きになっちゃっていいの、いいと思います。こんなにね、こんなに朝声だなさやかりんとのコラボ配信見てるだけで癒されそう、お、嬉しい。さやかりんが癒されるから多分癒される、その配信。おーはー、まやちゃんです。ログインボーナス、お、ログインボーナス、ありがとう。彼女と2人で話してる気分、お、嬉しい。おお、なんだ、なんか落ちた。おー、お前愛も受け止めるとか勇者。みほちゃん、あ、間違えたトロブさん卒業したんで、みほちゃん単押し、ありがとうございます暴れたのかい大丈夫、大丈夫、物が落ちただけだよ、多
分。さやかりんとのコラボいいでしょ、楽しみすぎて。4500突破やった。ネズミかな、ネズミは怖すぎる。ネズミとか見たことないかも。みおりん以外はちほちゃん、ふーちゃん、かのんちゃん、のんちゃん、まいはち、おおいっぱいいいですね、その中に入れてめっちゃ嬉しい。そう、吉田サラピとも早くコラボしたい。サラピオー、サラピオー、サラピオー、辛麺食べたい。ミオリンってフルネーム感じ違うけどモデルさんに同姓同名、そういるらしいですね、知らなくて。この前スタッフさんに言われてへーって思って初めて知ったんですよ。そう、あと300で5000人。そう、でも終わる予定の時間まであと20分しかないよ。ミリタの実家配信ではちょいちょいママさんが掃除機関係掃除機すごい、ママさん大胆ですね、すごいな。でもずっとウィーンって言ってるみたいなすごい。田中美穂さんかな、そうなのかな、へえ、へえ、知らなかったんですよそのお方、ごめんなさいね存じ上げなくて。嬉しい、モデルさんと同じ名前、近くに寄ろ。ほっ、ちょっとこれ、あ、下にしすぎた、こんぐらい、こんぐらいだ。元モデルですねそういうことにしとこうか。いやいや、美人でほんわかしてるイメージのあるモデルさん、ほんそうなんだ、へーへーへー。一期は矢部スタッフ、二期は田中美穂ってことで確定、確定、ありがとうございます、嬉しい。今日はね、お出かけではないかな、やっぱ、ま、目が回る、ごめんなさい。フォロワーももうすぐ2500人突破、え、すごい、さっき2400なんちゃらだったから嬉しい。あと200で5000人。夜も配信すると思います。夜何時からがいいかな、できるかな、8時半から10時か9時から10時かどっちかだと思います。また決まったら多分夕方ぐらいに多分配信予定に入れると思います。それかもう入れるかもだけど、こっそり配信時の洋服もチェック、やばい、同じの着れない、かぶっちゃう。ありがとうございました。お、なんだなんだ、丸。特にチームエイトのひなことみつほの2人が揃うと漫才コントというぐらいうるさい、面白そう、え、いいですね。夜は1万人行こう、いや、いけない、1万人行ったことないです。フォロワー数3000超えたら楽器配信、いや、楽器ね、吹けないんですよ、ここで。カラオケとかだったらいけるんですけど、楽器吹いちゃダメなんですよ。だからね、夜1万人行きたいな、行きたい、でもね、行けないな。5000人、あ、5000人いった、ありがとうございます。楽器吹けます、ユーフォニウムっていう楽器、吹奏楽部の時代にやってて、中学生の時にやってて、嬉しい、5000人だ。そう、アニメのやつ、響きユーフニアム、もう響きユーフニアムめっちゃ良かった、映画も見に行きました、アニメも見てて。5000来た、やった、朝で5000は嬉しい。次は1万、夜1万行きたいな。コントラバスやったことある、すごい、もう基礎じゃん、基礎ベースになる楽器ですね、チューバと並んで、かっこいい。お、ワイも UFO 経験者、っ UFO って落ち着く音色でめっちゃいいですよね、重いけど、だから座って吹きたいけど、立って吹いた方が音出るんだろうけど、笛がたくさん刺さってる楽器、笛違うかな、だから余裕って言ったでしょ、嬉しい、余裕だった、余裕じゃないけどね、全然。同じ STA のオタクのちほちゃん推しの連れもみほちゃん可愛いって言ってた、
嬉しい、ありがとうございますとお伝えください。俺もなんちゃらのこのユーフォニアム吹いてた。お、一緒。怒りを上げてならまだ覚えてるかな。お、すごい。怒りを上げて、わかんないけど、あのでもいつもさ、ユーフォニアムなんかコンクールの課題曲とかで、あの裏メロがあるじゃないですか、裏メロディ、それがなんかいつもどの曲もめっちゃ似すぎてて混ざっちゃうんですよ、楽譜見なかったら。それめっちゃ困ってた。吹奏楽の定番曲といえば宝島ですね。でも宝島さ、トランペットとかトロンボーンとかサックスの方は楽しいんですけど、ホルンとかも。 UFO めちゃくちゃ暇なんですよ、ずっと伸ばし、もうずっとブーブーみたいな感じなんですよ。だからね、ちょっと暇なの、あの曲。いずれは地方美穂で定着、最高、したいです。千穂さん、また夜見に来るのでよろしくね。はい、よろしくお願いします。そう、ホルンの隣、やっぱり敬語じゃなくなったら博多弁出る。そうですね、多分出ると思います。ちょっと、お、かわいい、かわいい子発見。お、はよう、はじめまして、初コメです。お、美人なお顔ですね、嬉しい、ありがとうございます。ね、千穂ちゃんぐらい清楚感ある。嬉しい、めっちゃ嬉しい、千穂さんと並べる。楽器によって違うんだね、みほりんがお気に入りの曲は。そうですね、え、でも課題曲のやっぱ裏メロディー弾くの好きだから、どれだっけ、シャイニングロードかな、シャイニングロードが どれだっけね、シャイニングロードとか、あと、うん、あー曲名忘れちゃった。うん、敬語になると標準語チックになるよね。そう、広島もそうなんですね。ですね、やっぱそうなるんですよね。5000人超えたら初見の人も多いと思う。そうですか、初見さんいらっしゃいますか。このボードをご覧ください。ひなみほにもなりそうな予感、いいですね、響きがいいからいいですね。要はソロコン狙えないよ。いやー、千穂さんめっちゃすごい、千穂さんのソロコン行きたい。はい、初見です。初見じゃないですね。あ、シャイニングロード今度演奏します。お、いいな、私も吹きたい。はい、初見です。お、初見さんですか、いらっしゃい、初見さんいらっしゃい、初見さんいらっしゃい、初見です。違いますね、いつも嘘つきますね。ゆみりんさんとセッションできたらいいですね。したい、したい。あと10分ソロコン申し込む時間。いやでもね、初見です、初見じゃないですね、ちゃんと覚えてるのがすごい。いやでもね、覚えてない人いたらごめんなさいって感じなんですけど、エビちゃんさんも初見じゃないですね。ジェロさんハート100個ありがとうございます。よいしょ、フォローしました。お、ありがとうございます、初見さんですね、ありがとうございます。初見です、お、いらっしゃい、初見さん。オイラは初見、オイラは初見ですかね、正真正銘の初見です。お、よかった、いらっしゃい。初めて見たこのアバター、かわいい鳥さん、鳥さんがいっぱいいる。千穂さんは下積み長かったからね、よくあそこまで行けた。そうなんですね、やっぱり努力することが大事。初見詐欺です、初見詐欺ですか、初コメかもしれません。え、本当ですか、初見です、初見さんいらっしゃい、よろしくお願いします。はい、 STU48 2期研究生の田中美穂です、どうぞこれ見てください。自己紹介ボードみたいな感じです。これ以外の基本的な自己紹介はあのホームページに載ってるので、そこに載ってない感じのを書きました。初見になりたかった。大丈夫ですよ、壇上にいらっしゃったことありますよね、覚えてます。夜は敬語禁止、うん、そうしようかな、頑張ろう、5000人行ったしね。かわいそうなぐらい干されてたからね、努力で大逆転。そうなん、すごい、やっぱ努力です、努力が大事だよ、やっぱり努力ですね、努力だ。紹介文に DD ってそう、紹介文 DD、 そうですね、夜敬語なしで使ってみますか、やってみよう。次は6000、そうですね、
じゃあ夜6000。推しのただいまおかえり推しの DD わら自分は本推しは AKB にいて STU の推しは今村美月さんと信濃そらはさんです。おお、私はどうでしょう初見よーって素敵な可愛い美人さんね。ありがとうございます、嬉しい。きよちゃんはとにかく握手が楽しい。そうなんだ、コツ聞かなきゃ。俺は初見ではありませんね、もう名前からもう田中美穂推しだし、行った瞬間あーって言われるやつやん。そうですね、なんつら夜券って使ってほしい。そうです、夜初見ですよね、だと思います、多分。うん、あと10分ピエン。そうですね、あと10分だよ。おはよう。初見です。はじめまして、ユミリン中身推しのベッキーです。お、いらっしゃい。はじめましてじゃなくないですか。タナヤン、タメ口でもう喋り方が柔らかいからいける。おー、嬉しい。タナヤンってかっこいいありがとうございます。初見クイズやな。そうですね、ちょっと難しい。なんかアバターが個性的な人はすぐ覚えれる。なんかあと10分、激アツすぎてピエン。ほんと5400までいったら嬉しい。5500いくかな。初見当てルームになっとる。そう難しいよ、間違えちゃったらめっちゃ申し訳ないから。間違えれないじゃん、だからドキドキするからやめて。嘘をついてる人は誰だ。お母さんにショールームばかりやってないで、歌の練習しなさいって言われないけど、ショールームでもショールームしなくていいのって言ってくれる。めっちゃなんか家でぼーっとしてたらユーリン記憶力いいよね。お、そういいと思う。人の名前はね覚えれる方だとは思う。今のやめてにキュンとした。お、あ、監督さんハート500個ありがとうございます。乃木坂のなかなかなちゃんの配信は僕のアバターでいっぱい。ああ、これがそれだからですか。むしろ配信しろと。そうかも。そういうことか。かわいい。ありがとうございます。この人ダウトって初見に正解しますと漏れなくプレゼントがもらえます。お、嬉しいですね。あ、STU の2期生も気になるんだけど、チーム8の新メンバーも数人気になる。どっちも気になっちゃいましょう。そうしましょう平和だよ。通勤中なので戻ってきました。いらっしゃい。覚えられるくらいたくさん来てくれないとねとお願いしとこう。そうですね、うんうん。あ、歌とダンスは歌の方が得意ですね。まあでも息抜きは大事だから、遊ぶときは遊びんさいよ。おお、遊びんさいよってめっちゃ広島。ありがとうございます。今日は10時まで配信します。あと7分、終わり2分でランキングを読みます。昨日なんかランキング直前で落ちちゃったとか直前で入っちゃったって人が多かったみたいで、今のうちですね皆さん。今やってる握手会申し込みが初握手になります。めっちゃ楽しみ。しかもね、でも1時間目ツーショット会からなんですよ。握手の前にツーショット会から。ここでは初見ですって嘘ついてるけど、握手会ではリアル初見になるな。そうですね、待ってます。誰が一人目になるかな。記念すべき一人目は誰でしょう。本物のゆかはほとんどショールームしないので皆さんには助かってますよかった。そう、いきなり通所なの。1時間目から通ショットなの。初通所と初握手は誰だろうって感じですね。 STA の2期生につられそう。つられちゃってください。名札つけていけば分かります。なかなか斬新ですよね。通ショットから緊張する。かきあけ戦争のために深夜待機きつい。今からパシ引くかやばい、1ヶ月あるな。22番目、お、それも記念だ、いいですね。でも数えなきゃ、あ、今19番目だとか思ってちょっと後ろ行きますとか言って行かなきゃあ、
5500人、ありがとうございます。5600人来そう、嬉しい。そんなこと言ったら2月8日は行列だな。お、待ってます。そう、1時間目ツーショットです。ツーショットだと初めまして言う気もないかも。確かに名札つけた方が覚える負担が軽くない。そうですね、名札つけてくれたらいいかも。朝から満員御礼ですね。お、そうかな。釣りうまそう。いや全然恥ずかしくて目を見れない、まっすぐ。鍵開け対戦よろしくお願いします。私はゆっくり行きます。はい、待ってます、ゆっくり待ってます。5600、みおりに会いたくて会いたくて震えて聞いたことある言葉だな。今から岡山前塗りします。お、早すぎない？岡山ってまだ先、その先。じゃあ名札つけていかないので覚えてください。わかりました、わかりました、覚えておきます。顔見るとドキドキするからうつむいて握手。私もじゃあうつむいてします、恥ずかしいんで。監督さんハート1000個ありがとうございます。まあ平和に、そう平和に行きましょう。オーデの時の動画も漏れとったけど今日はヤババ。そう漏れてる。でも全写真、公式写真漏れない。この漏れてる私と漏れない私の中間が本当の私です。お願いします。初握手って変に緊張するから。そう緊張しそう。握手は1枠ごとに5枚くらいある。おーからループします。待ってますね、ありがとうございます。松井玲奈級の衝撃に期待し、高い球種ありがとうございます。画面越しでもドキドキさせちゃうところ好き。お、してますか、嬉しい。そろそろ壇上、あと1分2分後に読みます。レトルトカレーの自販機知ってる？広島駅近くにあるカレー屋さんの前に。へえ、知らないですね、初めて聞いた。9時57、56、どっちですか。57でしたね。57分10秒。じゃあもうあと30秒ぐらいからランキングを読みます。さや姉が卒業してから握手会に行ってません。待ってますよ、2時間ずっと可愛い、嬉しい、ありがとうございます。でも1時間半かな。うん、うん、うん。工藤から帰還しました、いらっしゃい。5700、嬉しい。6000人行きたいけど行けないかな。うん、さすがにね。ランキングを読みます。うん、今日は長かったので20位ぐらいから読みましょうか。いや15位。どうしよう、20位からもう。20位の漢字が読めないので文字だけでいいですか。20位、淳さんかな、藤田淳さん。22位から、あ、22位から読もう。で22位、えいちゃんさん。21位、流通の狼さん。20位、藤田淳さん、合ってるかな漢字。19位、よしさん。18位、フローインベインさん。17位、監督さん。16位、ユナイテッドさん。15位、雄大さん。14位、コウさん。13位、トイトイさん。12位、おっくんさん。11位、トシさん。11位、ゼロさん、あと2月8日行くね。お、ありがとうございます。10位、おがっちさん。9位、バレおじさん。8位、おいでませ元気さん。7位、監督さん。6位、すさんさん。5位、じんさん。4位、スプーキーブーギーさん。3位、中野さん。2位、大根さん。1位はフナッチさんでした。ありがとうございました。よいしょー、5800に行きそうで行かずに終わっちゃいますね、もうすぐ。素晴らしい配信でした、嬉しい。
今日はちょっとゆっくりにコメント読んでみました。どうだったかな。25位だった。うん、しのっちさん次頑張って。配信ありがとう。いやいや全然。大阪で会おうね、待ってます。ではでは、また今日の夜もすると思います。あ、5800人いった、ありがとうございます。待ってるので、ぜひ夜の配信も見に来てね。バイバーイ。